はい、今回のアウトドアライフのテーマは砂浜から狙うキス釣りです。教えていただくのは名人の小池さんです。小池さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。小池さん、この時期のキスはどういったポイントを狙ったらいいんですか？やはりあの砂浜が楽しいですよね。で、あのよく日が早く当たるようなところが来ますよね。で、ちょっと今年は水温が低いのかちょっと冷え込みが悪いんですけど、まあ、釣れるんじゃないかと思います。小池さん、キス釣りのタックルですけども、はいはい、どういった竿とどんなリールが必要になりますか？最近ルアルートでちょい投げでキスする人も多いんですけど、やはり多少投げ竿の方が今日のその日のポイントが遠かった場合とかで、キスがたくさんいたら連掛けの楽しみがありますよね。以前私もあの10連掛けとか8連掛けとかやりましたけど、そういうのにはやっぱり投げ竿を利用した方が面白いと思います。続いて仕掛けですけれども、はい、重り、それから針ですね、どういったものを使われますか？はい、鉛は誘導式と固定式があるんですけど、向こう合わせで釣るためには固定式の方が面白いと思います。で、私はちょっとだけクッション材をつけてます。キスのあたりに違和感を与えないように。それからずっと来て元数2号ぐらいに針数1号ぐらいで、針はこんな小さい6号とか8号を使います。こういった小さい針の方がいいんですか？そうですね、やはりまだ警戒心強いし、で、連掛け狙うと向こう合わせで違和感なく吸い込ませるので小さい方がいいですね。続いて餌は何を使われますか？あの引き釣りの場合は石五貝とツナムシとか言いますけど、石五貝が太さ的に適していると思います。で、沖竿で狙うんだったら夜釣りとかそんな青五貝使いますけど、引き釣りの場合はこのツナムシが石五貝がいいですね。大きさ的に餌箱ですけど、釣り屋さんからもらったプラスチックなんかで入れておくと弱るんで、この木で作った餌箱なんか用意されるといいと思います。長持ちしますし、はい。餌の付け方ですけど、口から刺すと嫌がるんで、ちょっと口の横の方から刺して、で、餌を動かして針を動かすんですよ。餌で先を出してきます。出さないとまた餌が抜けてしまうんで、で、夏場になったらこれ半分ぐらいでいいんですけど、今はまだ食いが悪いんで一匹漬けでやってみようと思います。投げるときに沖の方に黒っぽいところあるところは藻とか岩なんで、そこにはキスはあまりいないしね、目がかりするんで、このような青い綺麗な場所を狙って探して釣りましょう。例えばの足がその黒っぽいところなんかは藻の塊なんで引っかかってきましたり、投げる前のリールはスプールが一番前に出た状態でやったら横に当たったりして抵抗とかトラブルがないですから、スプール一番前に出た状態でやりましょう。それから投げるときには後ろに人がいないか、それから引っかかるものがないかよく確認して投げるようにしましょう。投げてみます、ね、こういうふうにバンザイみたいな格好で、で、ここに投げたいところの上40度から40度ぐらいになってるのね。今ので小池さん何メーターぐらいキャストされてるんですか？75ぐらい、75メートルか80メートルぐらいじゃない、あんまり投げると。で、これからのキスはあんまり大きいより手前に折ることが多いです。小池さん、今リールをゆっくり回されてますけれども、はい、これはなぜですか？まあ虫が這うのは 見たことないんですけど、まあそのイメージでキスを誘うつもりで虫が這うぐらいの速さで、夏になると早めに巻いて、冬かゆっくりめに巻くという、そういうふうにしてやってます。こうやって巻いて動かすことで魚を誘うんですね。はい、餌が動いてるよということを感じて、それとまあ居場所を見つけるっていうのもありましたね。いつまでも魚のいないところで餌を置いたとも食わないんで、居場所を探して、でもしそこで当たったりしたらこのラインの色なんかが動いてくる。キスは一箇所にまとまっていることが多いんですか？そうですね、群れでだいたい行動しますので、逆に新しい釣り場を見つけるときにキスが一匹来たらそこにだいたいいる。回遊する魚ではあるんですけど群れでいますので、他のマダイとかそんなのと違って
一匹釣れたら全然そこには周りにはキスがいっていく投資で驚かさないように投げて釣れば超価が上がってこれなんか来ましたか来たけどこれなんかキスにしたら重いなキスじゃないのもおるねキスもかかってますかあのはい最初のがこれであんまり竿を倒すとラインのあたりだけでキスが離れてしまうことがあるので竿を立てていくと竿の弾力とラインのあれでキスが外れにくいですキス以外も食ってますねなんかさあキスと何が上がってきますかあやっぱりね変なあたり変なあたりじゃまたキスとコースが2匹目だったキス以外がおるのと思ったはいマダイちゃんが上ですねはいでその下にキスが顔を隠して海藻で顔を隠して上がってきましたね、小池さん。そうですね。ちょっと恥ずかしがり屋のキスですか。ちょっと小さくてごめんって言って。ちょっとでかいのがね、20センチ。これで17ぐらいですね。でも1投目で。まあ、はい。キスの連打と思ったら、ちょっとあらっとこれは違うわと。ちょっとマダイとかチャリコのあたりがキスに一番よく似てますね。あたりとしては。フグとかベラのあたりとはまた違う。まあ、これはまあでもいいキスですか。そうですね。これだったらちょうどいろんな食べ頃で天ぷらにも塩焼きにも何でもいけるよって。綺麗な魚ですね。やっぱりキスは。はい、キスはね。誰にでも釣れてやればやるほど奥が深いからでキスが好きなんです。キスは海では何と言われてるんですか。あの。砂浜の女王とかいろいろ言ってますよねじゃあ続いて2匹目を目指して、はい、だけどさっき1回カツンと来たやつまた今のカツンと来た今のが当たりですね当たりがあるこれも当たりですねこれは全部キスの当たりですかこれさん何匹かかってますかこれは2かな3つかな2つかこれ付き合いだやばい最小記録1匹最小記録この下にもかわいそうちょっとかわいいキスですかはいだいたいリリースサイズで飲んでますね飲んだらキスは絶対ダメですあのマダイキスチャリコとキスはねこの魚にしますじゃあ天ぷらにして食べてあげるのが一番南蛮漬けとかがこの入ってたら、ね、もう飲んだらかわいそうですからね一応ソテーとか天ぷらとかのサイズコメさんいいキスがダブルですねそうですねもう諦めた頃にねどんな当たりでしたまあいい当たりはいい当たりなんだけど、うん、最初ほどのあれがないですねやっぱり潮が低いと警戒心強いんでしょうね口の皮一枚かかったりこのサイズだと天ぷらですかお刺身ですか天ぷらですね今の時期はねまあ刺身もまだいけると思う真夏になると産卵繰り返すからちょっと淡白すぎるからねシーズンはいつ頃までいけるんですかとまあ瀬戸内の場合は9月終わり頃に落ちるのシーズンまでいけるでしょうねで今からが釣るのは面白いかもしれない初心者の方でも釣れますかはい、だん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 水温が上がるにつれて近く寄ってきますんでね今からが狙い時っていう感じですかね、はい、もう楽しめると思いますもっと数を釣りたい方は日本海の方がいいんですかそうですね砂浜がどうしてもここら少ないですからね
で護岸からってなるとやっぱり藻があったりいろんなライントラブルとかあるんで、日本海だと綺麗な砂浜があります。大きさを言わなければ、数が釣れますね。